所在不明となっている阿蘇神社の宝刀蛍丸の復元が進められていますが、平成28年8月27日、阿蘇市の阿蘇神社で刀の焼き入れ式が行われました。阿蘇神社の宝刀蛍丸は、鎌倉時代末に京の名工来国俊が打った太刀で、国の重要文化財に指定されていて、戦後の混乱で所在がわからなくなっています。このため、岐阜県関市の刀匠福留房幸さんと大分県竹田市の刀匠興梠房興さんの2人が今年の2月から制作に取り掛かり、一振り目の蛍丸写しができたため焼き入れ式を行ったものです。焼き入れ式は夕方から行われ、まず阿蘇神社仮拝殿で神事を行った後、1メートルほどの刀身を炉に入れておよそ800度まで熱し、水に入れて冷やしました。焼き入れは刀身の硬さや柔軟性を出す重要な工程とあって、2人は火の加減を調整しながら慎重に行いました。この日は大勢の刀剣ファンが訪れて、火の粉が舞い上がる幻想的な儀式を見物していました。福留さんらは3振りの蛍丸写しを作り、一番出来のいい一振りを来年6月頃、阿蘇神社に奉納するということです。